中鉄管中鉄管は材料としてネズミ中鉄を使用した管のこと。主に水道本管に用いられ、日本においては近代水道が始まった明治初期から昭和30年頃まで導水、送水、排水管として広く使用されたが、より優れた特性を持つダクタイル中鉄管が製品化され普及したことから、現在は製造されていない。日本の水道に、 初めて中鉄管が使用されたのは明治18年の横浜市水道である。当時中鉄管は日本国内で生産されておらず、イギリスから輸入されたものが使用された。その後、明治26年から中鉄管の国産が始まり、明治40年代に入るとほぼすべてを国産品で賄えるようになった。昭和5年にはより高い強度を持つ中鉄管が開発された。 この中鉄管は高級中鉄管と名付けられ、従来の中鉄管を普通中鉄管と呼び区別されたに分類される。高級中鉄管が普及したことから普通中鉄管は使用されなくなり、昭和15年頃には製造を終了している。昭和28年にはより優れた特性を持つダクタイル中鉄管が製品化され、その後普及したことから、 高級中鉄管も徐々に使用されなくなり、最終的に昭和46年頃には製造を終了している。継手には主に陰道継ぎ手やフランジ継手が用いられ、後期にはメカニカル継手も使用された。陰道継ぎ手は受け口と差し口の間にヤーンを詰め、その後部に溶解鉛を流し込み、コーキングする構造である。ヤーンは水を吸水して防潤することで止水する。 現在のゴムパッキングに相当するものであった。ありがとうございます。